おーい、どもでーす。今回ですね、重大発表ということで、皆さん、驚きますよ、皆さん。はい。以上、この情報ね、9月の末に持っててたんですけど、ちょっと紹介するの、ちょっと遅くなってしまいまして、今っていう感じなんですけど、今更かよと思うかもしんないんですけど、いや、まだ知らない方とかね、あ、そんなのあったんだ、みたいな、いう人にちょっと、聞いていただきたい。聞いていただきたいのよ。びっくりしました、自分も、これは。これ、自分は、9月、まあ、この通知が来て、次の日とかですかね、に、まあ、この情報を知って、まあ、動画にしようかなと思ったんですけど、なんだかんだ言って、ちょっと、ね、時間経ってしまったんですけど、ですね、まあ、もう言いましょう。こちらですね、9月30日通知ということで、次回、歌平和を叶える歌が登場するスゴフェスの開催期間中に歌平和を叶える歌を獲得した場合、もしくはその時点で歌平和叶える歌または歌平和を叶える歌の同進化系統を所持している場合に、歌平和を叶える歌をもう一点無償で入手できる品を追加する予定でありますということで、いや、これはね、すごいですね。はい。言っちゃえばガチャ券が2体ゲットできると。うん。まあ、1体ゲットしつつ、まあ、その分でもう1体ゲットできますよという感じですかね。まあ、なんで1点もゲットしない場合はもらえないっていう感じではあるんですけど、まあ、この書き方的に多分そういうことなんですけど、1体でも歌をゲットしていればもう1体歌がついてくると。まあ、それをね、まあ、レベル上限突破に使ってもいいですし、まあ、もしくは、普通にその、ね、超進化ごと超進化前で持っておくっていう、まあ、こともできますよという感じになってますかね。うん。で、歌ワールドの魔王。まあ、これが超進化後のやつですね。の新たな進化系統に必要な素材についても、一定期間レイディの交換帳にて交換できるようにする予定ですということで、これもびっくりですね。まあ、こちらですね、さらなる進化の追加。劇場版のストーリーに沿うような形で歌ワールドの魔王に新たな進化系統を追加する予定ですということで、まあ、この進化形態なんですけど、まあ、それがこちらで、レイディの交換所で交換できるようになるという感じですかね。まあ、必要な素材ということで、まあ、進化に必要な素材という感じですかね。まあ、それをレイディの交換所でゲットできますよということで、まあ、これも忘れずね、しっかりとゲットしていただきたいなと思っております。うん。まあ、一定期間ということなので、まあ、ちょっと逃してしまいますと、ゲットするタイミングがまたなくなってしまいますよという感じになってしまいますので、まあ、しっかりね、お知らせとか見て、レイリーの交換所でこうね、リニューアルされた時にしっかり、まあ、更新とかされた時にしっかり見ておくということをしておいてください。まあ、ということでね、いや、もう、いろいろ来てますよ。そして、歌ね。歌がすごいことになってるよね、今ね。普通にね、超スゴフェス限定のキャラとして出てきて、でそれの後にね、トットムジカになりと、でその後にもうワン段階進化できるようになるっていう、びっくりですね。いや、どうなるんですかね。いやー、楽しみで仕方ないよね。いや、もうかっこよくなるか可愛くなるか、いやー、頼むよね。自分的にはかっこよくなってほしいね。一応配布の歌の方ではもう可愛いをねたくさんもらえたので、今回はかっこいいをたくさん欲しいと。いや、でもこれはすごいことですよ。まあ、歌を1体持っておかないといけないっていう条件はあるんですけど、それでも超スゴフェス限定のキャラはもう1体あのね、無料であげるよっていう、この姿勢やばいです。やばすぎます。ありがとうございます。まあ、なので自分も3体持ちになるという感じですかね。まあ、なので超進化前、超進化後、そしてもうワン段階進化後の、歌を3体持っておこうかなと思ってますかね。いや、レベル上限突破の素材として使いたいっていう気持ちはあるんですけど、やっぱ3体持っておきたいなということで、まあ自分は多分レベル上限突破では使わないですかね。うん。まあ、なんで普通に強化して、まあ3体持ちっていう感じで使っていこうかなと
いやー個人的にはヤマト欲しいんですよね。地属性ヤマトと心属性ヤマト、前のね超ボスの時心ヤマトと地属性ヤマトどちらとも使ったんですよ。まあその時にね進化させて退化させて進化させて退化させてっていうことをやっていたので、やっぱめんどくさいと、めんどくさいですし、あのスカルもねどんどんなくなっていってしまいますので、いやー、やっぱヤマトもう一体欲しいなって思ってますかね。うん。まあ、なんで歌の方もしっかり残していこうかなと考えております。はい、ということで皆さん、エフェクトのお時間でございます。イエーイ！ということで、エフェクトつけていきましょう。いやー、今回は誰にしようかなと考えているんですけど、いやーね、ちょっとね、もう決めてるんですよ、一体は。一体はもう決めてます。こちらですね。ドフラさん。トフラさん、あなたです。あなたを第2段階エフェクトします。いきます。まず第1段階ね。いやもう第1段階の時点で結構かっこよかったけどね今ね。さあ、いやかっこよくなっちまうよドフラミンゴ。いや正直このドフラミンゴのな超進化来てほしいんだよな。いやでもやっぱ 7.5 周年だからそうそう来ないかな。まあ、だいぶ先になりそうですね。やっぱ今はその旧フェス弦がこう超進化どんどん来ているっていう感じなので、まあ順番に来るのかなと、まあ、考えますと、まあ、だいぶまた先になるのかなという感じですかね。いやかっこいい。第一段階でこの迫力えげつないな。さあ、うわ、え、嘘でしょ。いやかっこいい。さげだろ、ふざけんな。やば、え待って、うわマジか、うわー、第15個も使うんだ。頼むぞ。いや、かっこいい。え、やば。あの糸、じゃ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 んってなるのやば。ちょっと、かっこよすぎるでしょ、さすがに。エフェクト。やっぱエフェクトは、つけるとテンション上がりますからね。うわ、すっげえ。うわ、全然ルフィ動かねえ。あ、全然ルフィ動かねえわ。ドフラミンゴの糸だけブルブルブルってなってるわ。かっこいいな。これえげつないな。うわーかっこよ。うわ次どうしよう。もう一体ぐらいにしようかな、とりあえず。うわ迷うな。ベンベックマンとラッキールいいな。かっ、うわベンベックマンとラッキールもかっこいいな。いや他どうしよう。うわ迷うぞー。これ迷うね。あそういえばこれこっちのサボでこれあれですよね、ついてるじゃないですか。これ超進化後もつけれるんですよね。これって超進化前につけた時とその後で変わるんですかね。その超進化前にエフェクトつけておいて超進化した場合そのまま引き継ぐ感じなんですかね。まあでも歌の場合はエフェクトかけてそのトットムジカでエフェクトかけれないんですよね。うん、ここに出てないので多分エフェクトかけれないんですよ。っていう場合はどうなるんですかね。超進化後にしてまあエフェクト消えるじゃないですか。で超進化前に戻したらエフェクト戻ってくるんですかね、それともそのまま打ち消されてしまうんですかね。まあ、そこにちょっと気になるところではありますよね。やっぱりこいつでしょね。やはりこの人かっこいいで有名なこちらです。ゾロ何もなかったです。いきましょう。第1段階。まあ、第1段階は普通ぐらいですかね。煙がフォンフォンフォンってなるだけですね。煙がフォンフォンフォンってなるだけですね。まあ、第1段階はこんなもんでしょう。うん。まあ、さっきのドフラミンゴ第1段階の時点でだいぶね、エフェクトかかってたんで、かっこよかったんですけど、まあ、この、あれ？このゾロしょぼいな。ボーって煙出るだけだな。うん。まあ、うわ！第2段階えぐいやん。ちょっといけ。第二段階えぐい。ちょっと待って。右目光ってるやん。えぐない？右目光ってる。ちょっと、右目光ってたんよ。どうよ。かっこよ。かっこよすぎるだろ。てか見ました皆さん、そのゾロ十郎が、ね、初めておにぎり？あれおにぎりだよね。おにぎり打った時がこれなんですけど、いや、あの時の作がやばくなかったですか？いや普通に鳥肌もんでしたよねあれ。いやかっこよいな、かっこいいな。いやーゾロって何をしててもかっこいい。本当にかっこいいと思う。もうね、まあ、今のね作画ってめちゃくちゃ綺麗になってるんですよ。ワンピースって
でもその前のね、そのもう最初のイーストブルーからもうゾロってかっこいいんですよ。うん、まあ、作画とかじゃないですよね。もうなんか雰囲気がもうかっこいいんでしょうね、多分。うん、作画とかの問題じゃないんですよ、多分。まあ、なんで一生押していきます。